東大寺大仏殿公領。東大寺の大仏殿の屋根を支える日本の公領は、それぞれ長さ23.5メートルの赤松が使われており、1704年、宝永元年、日向国の白鳥神社から、山和国の東大寺まで、延べ十数万が参加し9ヶ月をかけて運搬された。東大寺大仏殿は、戦国時代の1567年、 A60 年に戦災で消失したが、1684年、上京元年に後継が再建のための肝心を始めた。1686年、上京三年には資材の準備が始められ、1688年、元禄元年潤う,う4月に着工した。しかしながら、最も重要な部材の一つである香料の材料が見つかっていなかった。 東大時代仏殿の光量は、柱の間隔7.7メートル、2畳5尺4寸の3倍、すなわち23.1メートルの長さを持ち、3020トンの屋根を支える必要があることから、長さ23.6メートル、13件、直径1メートル、3尺で、強度があり、耐久性の高い赤松が求められた。後継は様々な手を尽くしてこの条件に見合う。 赤松の大木を探していたが見つからない情が続いていた。1702年、元六十五年になって、日向国小林、小林市に住む園田聖英門が、霧島山山腹の白鳥神社家内に日本の赤松の大木があることを見出し、薩摩藩と並ぶ行を通して、後継に報告した。後継は早速現地に見聞に訪れた。 大木は高さ五十四メートル十八畳あり、曲がりも虫食いもない量材であることが確認され、香料として採用されることになった。切り倒すと避ける恐れがあることから、根の周囲を掘って倒す方法が取られることになった。千七百三年、元禄十六年九月十九日にまず一本目の掘削が始められた。九十人が作業にあたり九月二十二日に掘り、倒された。 9月23日から2本目の掘削が始められ、こちらも100人がかりで9月25日に掘り、倒されている。倒された大木からそれぞれ香料材が切り出され、衝撃で裂けないよう両端に金属の輪がはめられた。1本目は、長さ23.6メートル、13件、元口1.3メートル、4尺3寸、末口1.0メートル、3尺3寸7分五輪。 重量23.2トン、6183巻、2本目は、長さ23.6メートル、13件、元口1.2メートル、4尺1寸、末口1.1メートル、307寸5分、重量20.4トン、5435巻、であった。白鳥神社から海岸までは起伏のある道を66キロメートル、16里半、運搬する必要があった。 運搬には丸太を問いの形に組んだスラと呼ばれる、誘導路や、木馬、金馬と呼ばれるソリが使われたと得られている。日本の高慮材は1704年、法営元年1月7日に、白鳥神社を出発し、小辺の、海老の市、格闘、海老の市、吉松、有水町、牛の瀬戸、有水町栗の、横川、霧島市、鳥越、霧島市、早藤を経て新川口。 守モ川河口まで運ばれた。途中様々な場所で迂回する必要があり、結局9 0トル2 3里の工程となった。薩摩藩の山奉行が指揮を取り、延べ10万人が参加収支4000頭を使って115日をかけ5月4日にようやく新川口に到着した。日本の高慮材は新川口に隣接する浜野市、早戸港でいかに組まれ、 鹿児島湾を六艘の船に引かれ三日間をかけて、鹿児島津、鹿児島港に到着した。鹿児島から機内までの航路には、波の荒い日向だや玄海などが控えており、イカダのままでは強度が不足するため船に乗せる必要があった。しかしながら、当時はこのような大木を船に乗せる技術がなく、商人たちは輸送を躊躇する状況であった。このような中、 渋氏の商人、山下やごろうが、観音様のお告げを受けたとして、米を運ぶのと同じ運賃できないまでの輸送を買って、出ることになった。やごろうは2本の大木を船に乗せるために船を沈める、方法を用いた。6月11日に、船底の線を抜いて船を沈め、翌12日の満潮時に2本の工業材を船の上に配置した。艦長になるのを待って、 船底の線を戻し、船の中から水を汲み出すことで、香料材の積載に成功した。この方法は、八五郎の娘が夢で、観音様から教えられたとされている。日本の香料材と24名の乗組員を乗せた、観音丸は6月20日に、鹿児島津を立ち、翌21日、山川港に立ち寄った。早を待って7月5日深夜に出港し、7月12日、 兵庫津、神戸港に到着した。高業材を船から降ろす際にも船を沈める方法が用いられている。兵庫津から4層の船に引かれて7月16日に大阪の伝望川川口に到着した。大阪からは船で高業材を挟み、淀川と木津川を遡った。延べ4625人が川岸から砂で船を引く作業に参加し、8月10日、木津、 木津川市に到着した。8月19日、木津で、それぞれ2機の台車に乗せられ、東大寺までは、市坂、木津川市と奈良坂、奈良市を越える陸路を人手によって運搬された。香料材を引く作業には、延べ1万7千人が参加し、周辺には、数万の見物人が集まった。運搬の様子は、大仏殿香料機エーズ、名誉れ古府で、東大寺蔵に描かれている。 一本目は9月2日、二本目は9月5日に、東大寺に搬入された。大仏殿への取り付けは1705年、法営2年3月13日と3月18日に行われ、4月10日に上等式が取り行われた。大仏殿は1709年、法営6年に完成し3月21日に、脱径供養が行われたが、後継は1705年。 防衛2年に亡くなっており、完成を見ることはなかった。1905年、明治38年から1911年、明治44年にかけての修繕作業において、校量が約50センチメートル曲がっていることがわかり、鉄骨で補強されている。1979年、昭和54年、九州自動車道の工事に際して行われた。 宮崎県海老野市の前畑遺跡の調査において16世紀の陶磁器編と共に大木を引いた経路とみられる遺構が発見された。遺構は幅1.8から2.0メートルで、長さは発掘範囲全体の50メートルにわたって東西に伸びており、発掘範囲の両側へ続いていると考えられている。深さ10から20センチメートルで、 幅20から40センチメートルのくぼみが20から30センチメートルの間隔で繰り返される枕木の跡の,跡のような形状を呈している。当初は利用目的がわからなかったが、同時期に鹿児島県栗野町、湧水町の山崎遺跡でも同様の遺構が見つかっており、いずれも確証はないが、香料材の運搬に用いられたものと考えられている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。